英応4年3月より発行された銀版で幕末期の地方貨幣であり母親戦争の軍資金調達のために発行され8問目及び7問目の両目が表記された2種類が存在するこのうち7問目は市中貨幣であり原想一1から2枚とされる森岡8問目銀版8問目銀版には中央に8問目その右肩には丸枠の 海極印、周囲には表裏と丸枠の通る極印が、それぞれ6箇所打たれ、融通を意味すると言われる。裏面の右下には、山の極印が打たれていることから以前、山形銀板と言われたことがある。またかつて秋田井と考えられたこともある。政策は、秋田銀板に共通する部分が多いが土目は見られず、秋田銀板と比較して表面は平滑である。 また一両通用とされ、両目は一主銀16枚分に等しいが、一分銀に4枚分、及び、秋田銀藩の9問目2分より少なく、一両で通用したか否かは不明である。秋田風銀8問目が一両で通用することが、困難とのことから両目が改定されたのに対し、森岡藩が8問目で通した理由は不明である。また当時の通用銀である。 極めて低品位の安静長銀の銀品位とは、比べるべくもなく、また、同年5月の銀目廃止の時期も、近いことから、門目表示であっても、表量銀下の銀目とは全く異なるものである。両目は、表記通りで8門目銀半は 30.0g であり、縦2寸8分、横1寸8分程度の角張った、楕円板状の形態である。銀品位は、 塚本豊次郎の日本貨幣史によれば99.5%とされ、花鉱銀と呼ばれる当時としては最高品位のものである。これは良質であることが軍備調達を有利にするであろうとの判断からのものとされる。南部貨幣史に銀板についての記録が残されており、森岡五副町の平野家において小坂鉱山の三銀を用い、 慶応4年3月から9月までの間、1日に150枚程度が製造されたという。発行目的は森岡藩が朝廷から合津藩追悼の命を受け、仙台藩援護のための軍資金調達であった。しかし、明治維新直前のことであり、現存する銀版は状態の良好なものが圧倒的に多いことから、 ほとんど流通しなかったものと考えられる。森岡銀版には市中貨幣とされる七門目銀版が幻想にしており、当初七門目をもって一両として通用させる試みがあり、それは不可能と判断されたため八門目に変更されたとされるが、詳細は不明である。ありがとうございます。